一木歯科では、カウンセリングに非常に力を入れて専任のスタッフもおります。やはり診療時間ではやっぱりその患者さんが、その診療の椅子に座っている状態では非常に聞きにくいですし、やはりあの逆に言うとその先生には聞きにくいっていうような方を、おっしゃる方もいらっしゃいますので、専任のスタッフにですね、やはりその喋りやすい雰囲気の中で、いろいろ質問を、投げかけていただいたり、こちらもやはりゆっくり説明してですね、やはりこう聞言った言わないとか聞いてる聞いてないとかそういうミスマッチがないように、カウンセリングを、一度と言わず、当然初心最初に来られた時にもお話を、しますし、次に来た時にもその治療をどういうふうに進めていくのかっていうのも、時間をかけてですねゆっくり、治療を使いながら説明させていただいて、その方が納得して、診療を受けていただくように心がけています。また、メンテナンスの、説明であったりとか、かぶせとか詰め物とかそういうものが、どういうその利点がある、どういうデメリットがあるっていうのも、やはりその患者さんは口で聞いただけ、耳から聞いただけではですねなかなか理解、できないですので、その辺も、ツールを使いながら、絵とか写真で、詳しく説明するように心がけています。はい。